そう、分かった。元気だった？俺がお前の何を聞くの？マジで言ってんのそれ？俺のセックスとどっちが好き？先生は、私がずっと先生を誘惑していたと気づいていますか？びっくりした。うん、すごく大事な話をしてくれてると思うからちゃんと言うんだけど、ひどい。それでも信じてみる気はある。